こんにちは、シバワン号のきなこです。今回は北海道の釧路、阿寒方面に行ってきたので、その様子を紹介しますね。まずは釧路湿原です。釧路湿原は昔は海だった場所なんですよ。釧路湿原を観光する場所はいくつかあって、それぞれに特徴があります。今回きなこたちが行ったのは釧路市湿原展望台です。遊歩道があって、30分ほど歩いてサテライト展望台まで行きました。でも残念なことにペットを入れることはできなかったので、きなこは留守番でした。結構な下りや上りがあって大変そうでした。でもこれ釣り橋ここだからさ、一周するからかなりだ。今回は片道30分で往復して帰ってきましたが、全てのコースを歩くと結構時間がかかったと思います。出た。ようやくサテライト展望台に到着しました。ここから見る景色はとても綺麗だったそうです。中には湿原の中に遊歩道がある場所もあるようなので、きなこもいつか行ってみたいです。釧路湿原から車で1時間30分ほどで阿寒湖に到着します。阿寒湖の遊覧船があり、その遊覧船はペットも OK なんです。所要時間80分のコースです。きなこは大きな音が苦手なので、初めの頃は怖かったけど、少しずつ慣れてきました。でもできればエンジンのない船の方がきなこは好きです。阿寒湖周辺にも遊歩道があります。きなこママは遊歩道を歩くのが好きなので、遊歩道の看板を見ると目がキラキラと輝きます。ボッケまで350m。 ボッケ遊歩道というのがあって、泥が煮え立つボッケというのがあるというので、見に行くことにしました。できた。15分ほど歩くとそのボッケがありました。これだ。写真で見たイメージよりも少し小さめでした。阿寒湖から車で1時間30分の場所に屈斜路湖の砂湯キャンプ場があります。そこでは砂浜の砂を掘るとお湯が出てくるんですよ。
に掘ると温かいお湯がたまって手作りの足湯になります。湖の水も温かくて、湖畔ではキャンプ客の多くが海水浴を楽しんでいました。本当だ、本当だ、本当だ、足湯だこれ。砂湯から車で十分程度のところに鷹山があります。鷹山の山肌からはゴーゴーという音と噴煙が立ち込め、地球の鼓動を間近で感じることのできる場所です。周囲には独特の硫黄の匂いが立ち込めています。きなこは暑い場所が苦手なので、ラクーンで留守番をしていました。20分くらい車を走らせると摩周湖があります。霧の摩周湖と言われますが、霧で見えないことも珍しくありません。この日は見晴らしがよく、綺麗な摩周湖を見ることができました。この摩周湖は流れ込む川はなく、すべて雨水です。川からプランクトンや土砂などが運び込まれることがないため、透明度の高さが保たれているとのことです。阿寒国立公園からは少し離れますが、中標津町に海洋大展望台という場所があります。ここはかつて北海道を訪れるライダーの聖地とも呼ばれていた場所です。展望台からは周囲をぐるり330度豊かに広がる牧場、草原、丘陵からなる地平線の景色はとても綺麗です。この日も多くのライダーたちが来ていました。きなこパパも若い頃にバイクに乗っていたことがあったらしいですよ。無料のキャンプ場が展望台のすぐ横にあります。ここから見る夜の星空も綺麗らしいです。釧路、阿寒には見どころがいっぱいです。今回きなこたちが車中泊をしたのは道の駅阿寒丹頂の里と道の駅摩周温泉です。道の駅阿寒には車中泊用の RV パークが併設されていて、道の駅摩周温泉にも電源付きの有料の駐車スペースがあったので、そこを利用しました。どちらも利用料は1500円ですが、とても駐車場が混んでいるので安心して車中泊をすることができました。特に道の駅阿寒の RV パークはおすすめで、テーブルや椅子を出しても OK なのでのんびりとくつろげますよ。ラクーンとの車中泊ドライブも残りあとわずかです。今度はどこに行こうかな。